ピーターさんだ。この声はね、ねむいさんですね。ねむいだ。ああ、ちょうど今あの今日の柳田をやってて。今日の柳田、うん、毎日着替えてんのか。あ、毎日着替えてますよ。すごいな。これ今日これ100点満点中何点ですか。眠いのファッションチェックやっちゃう？ちょっと聞く人間違えたかも。どうですか？眠いのファッションチェックやっちゃう？いや、まあ、うん、まあ。眠いのファッションチェック的には、そうだ、女性目線から見てどうですか？これ女性目線からすると、ちょいオブスちょっと変えるだけですごく良くなるのに、柳田。ああ、そうなん、ちょいブス、ちょいブスですか。ちょいブス。ああ、じゃあどこを変えましょうか。やっぱりこのネックレスよ、ネックレス。ああ、これか。このネックレスじゃない方がいいわ。このネックレスじゃない方がいい。これを変えるだけで、うん、素敵に変われるのよ。あ、じゃあ例えば、じゃあちょっと、さっきのなんかタグみたいなのよかったわね。ドッグタグみたいなの、これ。そう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 、かっこいいわよ、男らしくて。これですか。そうよ。これでどうですか。じゃあ、いや、もうそれでだいぶ素敵になったわ。さっきよりちょっと、それでも時計とシルバーとゴールドが混在してるから統一しなさい。で時計をシルバーとかにすればいいですか。どっちでもいいわ。あ、どっちかを統一しなさい。統一やっぱシルバーとゴールドは混在してはいけないと思うの。あ、混在なし。混在なしよ。混在なしか。オブスよ。オブス。そっか。形はどうですか、時計の。形はそうね、男性的な方がいいから大きい方がいいんじゃないかしら。大きい方がいいんじゃないかしら。そうよ。あー。ちっこいのでも中性的な感じでとてもいいと思うわ。なるほど。うん。どこを目指したいかによるんじゃない？柳ターが。どこを目指したいか。あー、なるほど。 そっか。あー、これでどうですかね。あ、すごくいいじゃない。とてもいいわ。今日はレッドコーデ。そうですね、ちょっとまあ赤をメイン。おー、いいじゃない。そのまくってある感じも素敵よ。まくらなかったらちょっとおぶすよ。まくってあるから素敵よ。そうだ、この今日はこの上着をその軸に、うん、おー、なるほどなるほど。まくりたいと思って、今日はまくっていきたいと思って、ちょっと髪型変えたんですけど。お、ほんとだ、いいじゃん、そっちの方がいいよ。なんか風に吹かれてそうで。風に吹かれてそう。で、これで何点ですか。これでなんと、うん、眠い97点だ。おー、かなりの高得点。あー、いいですね、ありがとうございます。100点満点中だ。